今回紹介するのは「なぜ決断力のある人ほど不動産投資に失敗するのか」という本です。購入を決断できても売却を決断できずに失敗しがちな不動産投資その不動産投資で失敗を避けるため方策を世界的コンサルティング会社での勤務経験を持つ不動産会社の経営者である筆者が 解きき明かしていきます筆者によれば決断とは良いか悪いか正しいか正しくないかが分からない中での意思決定判断とは正確な情報を前提に良いか悪いか正しいか正しくないかを切り分ける行為ですそのため決断は勇気がいる大変な行為ですそして判断で済む部分をきちんと整理し 決断の部分をできるだけ小さくするのが経営コンサルタントの仕事でした。しかし、不動産投資では判断の材料がほとんどないのが現状です。筆者は不動産投資の判断の材料を膨大な賃料の分析による家賃相場の将来の予測に求めています。筆者の会社では フローラーというウェブ技術を用いたプログラムでネット上の募集賃料データを約1500万件収集してその分析により高い精度での相場を可能にしているそうですマクロ面ミクロ面にわたり楽しく読める本書不動産業界の方はもちろん不動産から経済を考えるためにも全ての社会人および大学3年生以上の方に おすすめししたた。いいと思いました以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。